どうも、任せです。合図だよ。今回は好きなトヨの忍者仕様のご紹介です。忍者仕様は新たに発売されたバリエーションで、カラーリングを変えたノーマル素体に新規造形の忍者アーマーと武装がセットになったものです。好きなティオのバリエーションの一つではあるけど、その色やアーマーによってガラリと印象が変わっているのが特徴だね。それじゃ、早速見ていこう。まずはパッケージ。ノーマル素体、忍者仕様に加え、運用シーンの画像が掲載されています。しかし市街地に忍者が投入されてるのか、なんとなく合わなさそうな組み合わせだけど、これはこれでかっこいいな。説明書。構成は戦国仕様と同じですね。違う点といえば、忍者仕様の説明書きや忍者アーマー関係の組み方くらいだね。ノーマルの付属品はこんな感じ。ラインナップ自体は戦国仕様と同じで、ハンドパーツ3種類、幅が違う肩ジョイント、そして刀が刺せる腰用ジョイントとなっています。今回は刀は付属してないし、ジョイントは使わなさそうな感じだね。戦国仕様と違う点はカラーリングのみ。白かった部分が黒になっています。フレームカラーは同じグレーになってるみたい。ここも変わってたらもっと面白かったような気もするけど、好きなティオをカスタムパーツとして使った時に、予備フレームとしてストックしたり、塗装してカスタムパーツにしたりと、関節以外の使い方がやりやすいのはいいところだね。まずはノーマルのご紹介です。構造自体は戦国仕様のものと全く同じなので、今回は割愛させていただきます。全体像。カラーはブルー、ブラック。バイザーはクリアオレンジ。フレームはグレーです。戦国仕様のレッド部分もそうでしたが、今回のブルー部分も、既存の機体のものとは微妙に違った色合いになっています。好きなティオに使われている色は、これまでのものから少しだけ明るくなったブルーになっているね。まあ、忍者仕様のキットで組めるノーマルは、メインカラーがブラックなこともあり、暗めの印象になってるね。正直な話、僕はこのノーマル状態が最も隠密向きな構成になっているに思えて仕方がないのですよ。というと、それは今回付属する目玉でもある忍者アーマーに理由があります。それでは忍者仕様に感想し、その理由を見ていきましょう。まずは忍者仕様のアーマー、武装を見ていきます。おお、忍者なのに真っ白のパーツばっかしだね。これだと戦国アーマーの方が忍者向きな気がしてくるよ。そこなんですよね。忍者アーマーは白い成型色になっているため、装備するとむしろ目立つようになり、本当に忍ぶ気はあるのか、と言いたくなるくらい、めちゃくちゃかっこよくて目立つ見た目に早変わりするのです。元が暗い色だから、なおさらアーマーの白が目立っちゃうわけだ。フェイスマスク。文句なしのかっこよさですね。なるほど、確かにこれは忍者なのか、と聞かれたら、戦隊ヒーローのマスクとかだよって言いたくなってくるな。ついでに顎を削って丸くすると、好きなティオが持つ細身の女性的な印象をより強めることができそうだね。肩アーマー。これもまたヒロイックな見た目です。1キットに入っているのは小さめのアーマーと中型のアーマーが1個ずつで、左右対称にはなりません。ただ、これを2キット買うことでそれが可能になるから、戦隊ヒーロー的な印象を出したいなら中型で統一。戦隊ヒロイン的な感じにしたければ小型で統一、みたいに使い分けるといいかもね。胸部装甲、どことなく三角形のような感じに見えるのが特徴だね。幅が広い方が下に来るのが説明書通りの組み方ですが、戦国アーマーのようにかっちり固定されるわけではないので、逆向きに装備するのも十分ありですね。背後、一本ピーンと飛び出ている棒があるのが特徴です。3ミリ穴は2つに増えているね。バックパック接続には対応してなかったよ。腰回りの装甲、これは戦国仕様と同形状になっているね。正直な話、戦国アーマーのを白く塗ろうかと思ってたところだったので、これはありがたいですね。ああそうか、白いアーマーだと白縫いにより似合うようになるからね。でもそれを言うなら、武装もそうなんじゃないの？そうですね。ということで武装はこちら。2本あるショートブレードは今回の新規パーツで、ビームライフルはこれまた色替え版となっています。そう、このビームライフルですよ。これが出ると分かっていたら、
知らぬいのショットガンはわざわざブラックのパーツを塗装用に使わなかったのに。こればっかりはタイミングが悪かったっぽいな。ショートブレイドは、文字通り短めの剣だね。刃の末端には、片側に3ミリ軸、もう片方には3ミリ穴があるね。2本をくっつけることでダブルセイバーにしたり、2キット以上使うことで手裏剣のようにして装備できるよ。ただ、2本とも形状は全く同じで、左右対称にマウントするなどといったことは、そのままではできないから注意してね。せっかくなので、説明書に記載されていたものを含むカスタマイズを少しやっていきますよ。まずはこれ、戦国特務仕様です。これは忍者付属のノーマル素体に、戦国仕様のアーマーを装備した姿だね。成型色がブラックなだけあって、本体ともいい感じに色が合ってていいね。むしろ忍者アーマーよりも隠密性が高いと言えるまであるかも。普段赤い戦国仕様ばかり見ていましたが、黒と青の戦国仕様というのは、なんだか特別感が出てかっこいいですし、通常版よりも渋い感じも出ていていいですね。そしてこれは、逆に戦国仕様のノーマル素体に忍者アーマーを装備したものだね。戦国仕様にあやかって、忍者特務仕様とでも呼んでみようかな。こちらは白、赤というヒーロー感のある色に、これまた白くヒロイックな造形の忍者アーマーが加わったことで、完全に前線で戦う主役機そのものです。どうせなら片手剣と盾でも装備させて、王道の主人公感を出してもいいかもしれないね。まあ、ここで使いたい剣のパーツが、戦国兵装のものだったりするから、今は再現できないんだけどね。さて、好きなテオ忍者仕様のレビューはこれで終わりだね。ノーマル本体はブルーにブラックと、かなり隠密に向いたカラーリングで、さすが忍者、と言いたくなるものでしたが、ホワイト成型の忍者アーマーを装着した途端、良い意味で全部ぶち壊れましたね。正直隠密行動をさせるなら、説明書で紹介されているカスタマイズプランの一つ、戦国仕様特務型が向いてるんじゃないかな。戦国アーマーがブラック成型なので、暗めの色合いを保ちつつ機体を強化できるものになっていますね。こういう形で同系列キットとの組み替えが用意されているというのは面白いポイントだね。サーティミニッツミッションキットもより面白く進化していっているということですね。これはスピナティアにエグザビークル2種、そしてサーティミニッツシスターズあたりの流れも楽しみだね。それじゃ、今回はこのあたりで失礼するね。皆さん良いプラモライフを。みんな、ここまで見てくれて本当にありがとうね。動画がいいなと思ったら、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。